こちらが26号階段、すなわち中之島公園へと向かってくる最寄りになります。そしてですね、信号を渡って中之島線の浪速橋の方へと向かうことができるんですね。そして左手の方が大阪メトロ堺筋線の北浜駅になります。ここからですね、先を進むと下りのエスカレーターがあって、そこからですね、堺筋線地下鉄の方へと乗ることができます。そしてこちらからもですね、堺筋線の通路になっていて、堺筋のですね、南側の方へと行くことができるんですが、またそちらもですね、いつかですね、やってみたいと考えています。で、今回はこの道を地下道ですね、連絡通路を通って淀江橋へと向かっていきます。こちらが25号階段、いわゆる北浜中央ブリへとつながってくる連絡通路になります。こちらも23時までですね、開放していることになります。で、こうやってですね、真ん中の方にはこのようにですね、三級橋スケッチというものでですね、展示があって、間にですね、柱がかかっています。そしてこちらが23号出入り口、平和不動産北浜ビル方面へとつながる連絡通路。そしてこちらが24号階段になります。ちなみにこちら23号階段は始発から22時30分までにですね、開放されているという。こちらが22号出入り口、こちらは23時10分すなわちですね、大阪シティバスの、バス停があるんですが、その時間に合わせてですね、23時10分までの開放に、制限されています。すなわちこちらから北浜2丁目のバス停、いわゆる上本町住吉車庫前方面へとつながってきます。そして21号出入り口が左にあって、こちらが大阪シティ信用金庫の本店へとつながってきますが、こちらは22時30分まで、開放していることになっていますね。そしてここからは出入り口がありませんで、こうやってですね、左右に京阪沿線の歳時記のですね、写真が紹介されていて、そこから淀江橋へと伸びているということですね。そうすると先を進んでくると、ここから京阪淀江橋駅の構内に入ることとなります。北浜駅構内はこちら前で、こちらが分岐点になるんですね。そうするとですね、少しですけれども、改札がですね、小さな改札が見えてきます。こちらが大阪グリーンビリーとつながってくる20号階段になります。左手になるんですけれども、そこを過ぎてくると淀江橋駅構内の方へと完全に入ってくることになります。そして左手の方をですね、先を進んでくると淀江橋スクエアへとつながってくる19号階段が見えてくることになります。こちらが19号階段になります。こちらの方は始発から22時45分までですね、開放していることで、終電までは開放していない出入り口なんですね。そしてこちら、かつてですね、改札機があったところなんですが、こちらは今はですね、このようにもう後になっていてですね、閉鎖されています。IC の専用口のですね、床が名残を残しているという感じなんですが、そしてその左手にはコインロッカーがあって、こちらが18号階段、資生堂大阪ビルへとつながってくる階段になります。で、こちらは23時10分までということで、その18号出入り口の右側には証明写真と飲み物の自販機があり、そして京阪東1号改札口があるんですね。こちらの方は平日の7時15分から9時10分までと17時から21時15分まで、2番線がですね、発着する時間帯に淀江橋駅の東1号改札口がですね、開かれることになるんですね。そして左手が17号階段、いわゆる京阪淀江橋ビリへとつながってくる連絡の階段になります。で、こちらはですね、終電近くの24時10分まで開放しています。で、ここまではですね、地下道はこの1本だったんですが、ここでですね、左右に分かれることになるんですね。
で右側の方がですね出口専用となって、左側の方がですね入り口専用になるんですけれども、その前にこちらが16号階段の大阪市街ビリへとつながってくる連絡の階段になりますが、まあ、階段側の幅がですねちょっと狭くなっています。ちょっとまた急にもなっているのがですねちょっとメリットなところなんですが、こちらの方は23時20分まで開けられていて、今このように壁になっているんですが、ここかつてはですね実はカフェ喫茶店があったところなんです。その分岐点の手前には定券売り場があります。それより前の方には記載台があってですね、上の方に、運賃表が書かれてあります。まずはですねこちらから行ってみたいと思います。いわゆる出口専用側のですね通路から進んできます。そうするともうすぐにですね中央改札口、出口専用の改札が、見えてきます。まあ、こちらがですね東側ということになりますね。こちらにコンビニのですねアンスリーがあるんですけれども、こちらが裏口になります。まあ正面がですね反対側にあるんですけれども、こちらは裏口、そしてこちらが 14B 出口になります。いわゆる島ビルへとつながってきて、こちらの方にですね上り専用のエスカレーターがあります。でこちらは24時まで開放されていて、その手前の方に為替のですね両替機、そしてお京阪ステーションのですね機械、そして銀行の ATM が2つと証明写真機があります。そしてその左側ですね、向かって左側が事業所、いわゆるライナー乗り場になって、その手前にですねエレベーター乗り場があります。そしてこちらの方にもですね、切符売り場があるんですが、切符売り場1台で IC カード専用が1台になっています。そして西出入口の出口専用の改札になります。そしてですね、そっ先を進んでくるとですね 14A 出口がですね見えてくることになるんですが、こちらがですね松崎ビル、小島ビル方面、そして大阪水上バスの乗り場の最寄りなんですね。こちらは23時40分まで開放されています。そしてそのコインロッカー、お手洗いがあるところなんですが、その中間のところにですね、まあ淀屋橋駅の大阪メトロ側なんですが、このようにタッチパネル式のですね地図が書かれて、表示されているんですね。そしてですね、大阪メトロの最寄りとなる出口専用の改札があって、そこからですね京阪から大阪メトロ淀屋橋駅の方へとつながることになります。いわゆる2号出入り口の改札ということですね。京阪北浜駅の30号出入り口から大阪メトロ御堂筋線の淀屋橋駅までのですね、まあ、この地下道をですね歩いたんですが、まあ、ちょっと寄り道なのもあった関係でですね、少しですねちょっと時間がですねかかる形にはなったんですけれども、まあ、時間にして17分40秒、距離が 1.34 キロあって1233歩歩いての122キロカロリーということだったんですけれどもね、この淀屋橋から北浜に通じてはですね、このように地下道がですね連絡路が伸びていて、こちらから先を進むとですね日生ビルの方へとつながっていくことができるんですね。まあ、またはいつかですね、そちらからですね寄り道せずにですね距離の方もですね測ってみたいと思うんですが、ちょうどこちらがですね淀屋橋の北改札になって、その手前にドトールコーヒーがあるんですね。まあ、ちょっと入り口側の方もですね紹介したい気持ちもあるんですけれども、こちらの方にはですね銀行の ATM があり、そしてですね、アンスリーがあったりしているんですけれども、まあ、ほぼ内容はですねちょっと異なる場面があるんですけれども、まあ、広さもですねほぼ同じということで、まあ、紹介の方はですね省略したいと思いますけれども、まあ、1.3 キロのですね北浜淀屋橋の連絡号ですね、まあ、その雨の日にはですねこのようにですね傘することなくですね、まあ、激しい雨に見舞われた時も地下の方にですね入ってですね快適に移動できるということなんですね。まあ、ちょっと激しい雨の時にちょっと水がですね浸かってしまうとですねちょっと危ないんですけれども、まあ、この梅雨の時期にはですねこのような地下の通路がですね多く利用されているということなんですね。今回は京阪北浜駅の30号出入り口起点から
大阪メトロ御堂筋線の淀江橋駅までを歩いてきました。